高木先生、株のご紹介どうもありがとうございます。それから統合の日2017シンポジウム大変な盛会おめでとうございます。私最近このメガバンクというのをやってデータシェアリングってやってるんですけれども、これは大変なもんだなと、こう大変なことだなと思うんですけど、それをもう10年以上前からこうずっとやってられる高木先生 NBDC の皆さん の努力に敬意を表したいというふうに思います。それで早速始めさせていただきます。それで私の今日の話はメガバンク計画の目標と進捗状況で、ちょっと肩に力が入ってるんですけども、世界最先端のバイオバンクを目指してということでお話をさせていただきます。でここにあるような4つのことをお話をさせていただきます。最初はなんでメガバンク計画というのを始めたんだというようなことを簡単にご紹介させていただきます。それで皆さんもまだ覚えてないと思うんですけども、6年と半年ぐらい、6.5 年ぐらい前にここを震源にしてマグニチュード9、これはもう本当に強烈な地震があってですね、で津波で大体1万8000人を超えるような人たちが亡くなったり行方不明になったりということになっています。で6個のこの辺りにある宮城県では6個の公的病院が流されて、もうこれは大変なことでした。それで東北大学病院として一生懸命支援はやったんですけれども、私ども医学系の研究者が中長期的にできることはないかなっていうのを一生懸命考えたということになります。それでちょうどこれは震災から2週間だって生き延びたなという頃にみんなが集まって、それで創造的復興に向けてその何ができるかなというのを考えて、それで新たな目標を設定して日本のライフイノベーションをリードするような新規拠点機能を設定して被災地の復興や活性化に貢献しようと、こういうことを考えたわけです。非常に肩に力が入っていたと思うんですけども、大真面目にこういうことを議論して仕事が始まったわけです。それでその時に私たちが置かれていた状況というのは、一つはですね、何十万人という人が家をなくして仮設に入るとか避難所にいるとか、もしくはみなし仮設なんですけども、仙台に出てきてですね、住んでいるような人もいるということになって、これは大変だ。それから大抵の沿岸部の病院は津波で紙のカルテがみんな流されてしまうんですね。でカルテがないと診療できないので、高血圧の薬飲んでますって人は本当によくよく聞いてみると糖尿病の薬飲んでたとか、そういう話になるので、二度とカルテを流されないような非常に強い医療基盤を作りたいというふうに考えました。それからそもそも若手の医療人がいないところで、お医者さんがお医者さんもまた被害者なんですね。それで被災者なので、で年を取られた人がどんどん離職してるっていうところで、どうしたらいいかということで、それで考えたのが被災地の方に向き合うというゲノム工法と、それから最先端の医療、個別化医療をやって若手の医師を引き付けていくような、そういうことをやろうと、それでメディカルメガバンクを提案したということになります。メディカルメガバンクは幸いなことにご支援をいただいて認めていただいて、それで2012年次の年の2月1日に東北メディカルメガバンクオーガニゼーション、これのことをトモと呼んでるんですけども、トモというのを設立できました。でこの年半年くらい遅れたところで岩手医大が参加してくれることになって、岩手医大の方たちは岩手東北メディカルメガバンク IMM というのを作られたので、トモとこう書くときは東北大のやつで、岩手のやつは IMM で、両方合わせると TMM というふうに略称を呼んでいます。それでこのような言葉が入り乱れて今日の話に出てくると思いますけども、一番簡単な理解は岩手医大とすごく仲良くやってますということをご理解いただければと思います。それで未来型の医療を東北から始めるためにというのが私たち の方針なんですけども、じゃあ未来型の医療って何なのかと、で皆さんがこう考える未来型の医療ってダヴィンチという手術をする機械が出てきて、自動手術、自動運転みたいに自動手術してくれるのがいいかとか、そんなこともお考えになられると思うんですけども、私たちが議論した時にはこんなことかなと思いました。一人一人に適した医療をやろうと、みんな違うんだと、個性が あってそれで多様性があるんだから、一人一人に適した医療をやろうと、そのためにはゲノムを調べなければいけない、遺伝子検査、病
病気にならない方がいいよねというので、個別化予防、パーソナライズヘルスケア、PHC というふうに呼んでいます。この言葉は国際的に通用する言葉なので、PHC。もう一つ国際的に通用する言葉としては、先制医療、プリエンティブメディスンという言葉があります。こんな言葉のもとで、それでその人その人に適した予防をやろうと。皆さん大体どこか、ちょっと血糖値が高いとか、血圧が高いとかって言ったお医者さんに行くと、言われることはストレスを受けないように、野菜を食べるように、それから運動適度な運動をするように、お酒を飲むとか、みんなに同じこと言っても説得力ないですよね。その人その人にこう適したその医療を予防をやろうというふうにこう考えたわけです。それで広報と研究、ゲノム医療の活用、それから電子カルテ、ICT インフラ、より豊かで健康の生活、健康長寿というのが、これが私たちの目標なんですけども、この目標に加えて、私には創薬や医療情報産業の拠点形成して、それでいろんな産業を東北に呼び寄せて、それで道中の再生復興をやりたいというふうに考えています。それで、個別化療、個別化予防なんですけども、じゃあもう少し具体的なイメージというので、個別化療は一人一人に合った医療で、例えばイレッサとか、それからPL化療の例も、ファーマジェネティクスの例もありますけども、病気を発症しても、その人とその人によって薬の効き方も違えば治療法も違うんだということで、DNA をチェック、遺伝子をチェックして、正確な診断法、治療法を一人一人に合った医療。個別化予防はどうかというと、DNA や健康情報をよくチェックして、それでもちろん結果を回復して、それで適切な健康管理をその人その人に合ったものでやっていこうと。アンジェリーナ・ジョリーさんのような、乳がんの予防的な、乳房の予防的な切除っていうのは、エクストリームケースだと思うんですけども、そこまでいかなくてもやれることはたくさんあるんじゃないかというふうに考えています。それで、もう少しこう病気のことを考えてみると、病気って私たちの病気って遺伝要因と環境要因があとこう合わさって起きてくるんじゃないか。で、メンデル遺伝するようないわゆる1000点以上というようなものっていうのは遺伝要因 100% しない。一方、感染症で強烈なウイルスにかかるとか、細菌に感染するっていうのは環境要因 100% かもしれないんですけども、普通に私たちがこうかかる病気っていうのは、この両者のインタラクションで起きてくるというふうに考えています。今後の課題というのは、複数の遺伝要因と環境要因がインタラクションして総合的に起きるような、そういう病気、これが難しくて簡単に聞けないので、このリスクを使って、それで予防をやってくる、これが私たちの次の世代の本当 の未来型の医療じゃないかというふうに考えています。それでゲノム工法と調査なんですけども、コホート調査っていうのは、皆さんご存知のように、東北地方に行くと、みんな寒いので、しょっぱいものをたくさん食べると、諸便摂取が高いと、諸便摂取が高いところでは高血圧が多いと。この関係っていうのは、疫学の、古典疫学の非常に素晴らしい成果なわけです。ハワイに移住した日系人は、胃がんじゃなくて大腸がんが多い。やっぱり肉を食べると大腸がんが多い。しかし、その、こちら側の環境的なインプットと、それから、表現系としての病気の間をつなぐ因果の関係、コースリザルトを確かめるためには、やっぱり遺伝子を調べるようなことをして、それでその2つの間のメカニスティックなリンクを確かめていく、これがやっぱり大切じゃないかというふうに考えています。それでゲノム工法と調査でが重要だということに、考えています。それでコホートは毎日に追いかけているので、今は元気な人になってもらって、参加してもらって、病気になる前のデータ、それで発症前の微小な兆候を確かめる、こういうことを通して早期診断、早期治療につなげていく。それから病気にならなかった人が、なぜならなかったかというデータも大切だというふうに考えています。具体的な考えとしては、健康な人にたくさんに参加してもらって、さまざまなデータを収集して、数十年という、追跡して3年後、15年後、25年後に病気になるような時に、このビフォーアフターを調べていくというのがコホート研究で、このコホート研究の上にバイオバンクを載せて、いろんなサンプルをこうストレージしておくということが大切なことになるというふうに考えています。それでじゃあ東北メディカルメガバンク機構ではどんなことをやっているかということを少し説明させていただきたいと思います。
で私どもは2つのタイプのコホートを準備しました。この2つのタイプのコホートを準備したということは、今日この話を最後まで寝ないで聞いていただくと、ゆっくり分かるようにご説明させていただきたいと思うんですけども、地域住民コホート、沿岸部を中心に8万人以上です。でこれは成人の方をボランティアの別で成人の方に来ていただきます。それから3世代コホートは産院で妊婦さんをリクルートします。妊婦さんをリクルートすると子供さんは漏れなく来るんですね。で旦那さんもいい人がたくさんいて半分くらい来てくれるんですけど、残りの半分は狂えるってわけじゃないんですけど、みんな忙しくて来れないというところで、おじいちゃんおばあちゃんで、この3世代1、2、3の3世代出生から始まる3世代を集めるということで、これは家族歴がついているので非常にクオリティの高いデータが取れるというのは皆さん直感的に分かっていただけると思います。それで平成25年から地域住民コホート、3世代コホートは26年 の頃力を入れて始めた、2013年それから2014年から始めたんですけども、目標を超過達成して東京の方は1万4000人、宮城県で5万2000人、岩手県で3万2000人ということで超過達成しました。それから3世代コホートの方も目標を達成しました。それでどんなふうにやるかっていうことなんですけども、自治体の検診会場に出かけていって、それで協力していただいてやったり、それから今からご説明する地域支援センター、アドミッションセンターにボランティアベースで来ていただいたりで、こんな景色でやって一生懸命説明して、それから3世代コホートは参院に私どものリサーチコーディネーターが常駐して、それで妊婦さんが来たら参加してくださいというふうに思いますわけです。皆さんこう奇跡的かと思われると思うんですけども、宮城県の方は大体1年に出生数が8000から9000の間、それで毎年4000人近い人が、ごめんなさい、宮城県はですね、出生数が毎年1万8000人です。1万8000人のうちの8000人を超える人たちが参加してくれています。妊婦さんが参加してくれています。実に 40% に迫る数の人たちをリクルートする。非常に健康オタクを集めた方じゃなくて、社会性の高いリクルートをしているということになります。それでコホート研究ってどんなふうにやられてるかっていうことなんですけども、大体世界のコホートっていうのはコホート研究が大切だっていうのはもうみんな嫌っていうことが分かってるわけですけども、最初はやっぱり患者コホートから始まるわけです。診察室で患者さんとして来てくれた人に参加してくださいっていうのは、これ一番お医者さんのパターナリズムが効きますので一番やりやすいわけです。それで患者コホートなんですけども、患者コホートだとやっぱり病気になる前のことが分からないので、それで前向きコホートというのを作ります。前向きコホートです。前向きコホートはここに、患者コホートはここにある、それから日本ではバイオバンクジャパンや、それから六名所詮バイオバンクというのが先駆的な活動をしているわけですけれども、で前向きコホートっていうのは健常な人を集めてくる。で代表例は UK バイオバンク50万人、これを見ていてびっくりするんですけども、チャイナカドリーというのが50万人、それから一番最近ではオバマプレシジョンが100万人になるって言ってるんですね。これがですね、前向きコホートで健常な人を集めてくると、実際に病気になる人の数っていうのがそんなたくさんいるわけではないので、ですからどうしても大型化しないといけないと。で大型化するとコホートで調べられる項目も減っていきますし、エフォートが3万になって、で一番新しいトレンドは家計付き家計情報付きの前向きコホートバンクで、それで例えばデコードというアイスランドのやつが最も成功したと言われてるんですけども、こういうものが出てるんですけども、これらの中で出生3世代、妊婦さんから始める3世代コホートというのはメガバンクが世界で最大で、しかも唯一成功している例。最初はですね、出生から始める3世代は難しいことが分かってたんですけども、最初は NIH のナショナルチルドレンスタディ、それから、ロンドン MRC がやっているライフスタディーズっていう2つ仲間がいて、ちょっと私よりも早く始めていたので、できるだろうなと思ったらこういう取りやめのところ書いてあるんですけども、まず NIH は2014年にもうやめなさいということになって、これは取りやめになって、それから2015年に入ってこのライフスタディーズっていうのも、
MRC から中止勧告するやめちゃったので、この時あの私たち本当にできるのかなっていう非常にあの暗いムードになったんですけども、なんとかあの私たちの方は作ることで、それでこのリクルートもできたということになります。でどんなことを調べているかということなんですけども、やっぱりあの統計的に見て多い疾患、それから被災地なので被災地でやっぱりあの増えたような疾患をちゃんと、今あの被災地って言わずに復興地って言うんですけども、あの復興地っていうことが多いんですけども、そういうところで増えているような疾患をやろうというので、心血管、糖尿病、それから PTSD、うつ病、認知症、COPD、妊娠高血圧症候群、それからあとあの子どもはですね、結果が早いので、あのアレルギー性疾患、アトピー性皮膚炎、喘息、それから自閉症、低周性体臭児、これらをあの重点疾患としてやっています。特にあのアトピーについて今日はの話の最後の方で少し、これ宮城県の地図なんですけども、あの東北地方の中で一番小さい県なんですけども、それでも大きくてですね、35自治体があって、一つ一つの自治体に何回も行ってですね、それであの教育協定をお願いして、それであの、事業をやらせてもらってます。それからあの気仙沼、石巻、それからあの多賀城っていう町と岩沼っていう、この4つは沿岸部で、でまあ、コントロールという意味で大崎というところと白石内陸部にもあのでもできるところであり、仙台はですね、沿岸部 の若林県や宮城の区はあの非常に大きな被害が出て、あの内陸の方の青葉区というあたりはあの大丈夫だったので、両方あさっているということになります。地域支援センター、あとミッションセンターを作って、大体駅前のいいところに作って、それでここにあの来てもらって詳細な検査をやってみました。検査としてはあの協力者全員から 34cc、 ちょうどあのヤクルトの小さいヤクルトの半分くらいの量の血液をいただきます。で、血液検査、あの皆さんが職場でやる血液検査よりもはるかにあの詳しい検査をやっています。でピロリ菌なんかもあの避難所が非常に劣悪な環境だったので、ピロリ菌があの感染が増えてないかも調べました。あと、詳細な調査票、さらにあの眼科検査とか MRI 検査とか、その、大きなあの、生理の検査をやってます。さらに長期の追跡が本質です。それであの結果は3ヶ月くらいのうちにお返しするようにしてるんですけども、あんまり詳しい結果を送ってもらっても分かんないよということを当たり前だと思うんですけど、ね、それであの結果説明会をやって、それであのこちらから出かけていって、それで結果の説明をしています。ピロリ菌は結果的には増えてなかったんですけども、 10%、20% っていう人があのピロリ菌に感染してますので、それで除菌した方がいいですよっていう連絡をすると、あのお医者さんに行って地域療の中で内視鏡を飲むんですね。内視鏡を飲んで、まさかあの早期がんなんかが見つかるので、お前のおかげで助かったよとかっていうようなあのリスポンスがあのこう時々来てですね、励まされてやっています。いろんな声来るんですけども、原稿を見直す機会になったとか、未来の医療に向かって頑張れとか、まあ面倒だったけど面白かったよとか、結果の回復を楽しむとか、子どもたちのためにも遺伝子レベルでの治療をお願いしますと、こんなことをあの、いただいてます。子どもや孫にも受けてほしいとか、ピロリ菌がいるっていうので受診したら早期がんになったとか、こんなことが被災地の皆さん、高知の皆さんも健康に悲劇しながら治療を。それで、29年度からなんですけども、追跡が本格的に始まって、あの医療情報を使ったり公的データを使ったりした追跡をやってるんですけども、2回目の対面型調査、詳細二次調査、詳細検査をもう1回やるというので、これを集めるのが大事業なので、あの真剣必死にあのこの詳細二次調査をあの始めています。で詳細二次調査の時にですね、こう大変なのは今度は子どもが来るんですね。で私どもはあのメガバンクでリクルートした妊婦さんから生まれた子供のことをメガっ子って呼んでるんですよ。メガバンクの子供でメガっ子ってこう呼んでるんですけども、メガっ子が5歳になったら来るわけですね。皆さん5歳の子供から採血できると思います？もう絶対無理ですよね。あ、そんな無理じゃないんですよ。あのこうみんなね、我慢してくれて、うんいいよってこう手出してくれるんですけども、であの今年はあのそのお兄ちゃんお姉ちゃんの方の5歳、10歳、16歳をやってるんですけど、来年からあの5歳の子が来るので、虫歯の検査も含めてあのやろうと思っていて、日本の場合にあの公的な検査は 3.5 で終わって、それで入学した後もあの小学校の検査がありますので、5歳が一番いいかなと思って調査をしています。
さてバイオバンクの構築とそれからゲノムミックス解析です。それでバイオバンクをこう構築しようと思ったんですけども、なかなか難しいんですね、バイオバンクを作ると。それからゲノムのオミクスの解析もバイオバンクコホートと合わせた解析をやるということで、普通の解析ではないので、これまた患者さんの解析ではないので、それなりに大変ですね。で皆さんバイオバンクって目新しい言葉っていうか新しい言葉かもしれないんですけども、これはバイオバンクとは人体に由来する資料と情報を匿名化して体系的に収集保管分配するシステムのことを、これ私が勝手に定義したんですけども、こういうふうに考えています。でバイオバンクの整備は社会的に有益で、特に国民の健康福祉の向上、感染症の経済における国際競争力の維持等において必要不可欠な先進国にはなくてはならないインフラストラクチャーというふうに考えています。で私ども大体580万本 の、 保管ができるようなことになっていて、それで15万人から1人15本大体注文をいただいているので、もっと多くしてもいいんですけども、なので今のところ大体総計260万本とか半分くらいが埋まりました。それで詳細に調査でまたもう半分くらいが埋まっていくというふうに思います。それで複合バイオバンクという言葉を世界に向かって発信しています。英語で書いた時、英語を書いた時にはインテグレーテッドバイオバンクという名前にしたんですけども、インテグレーテッドバイオバンク、これはどんな考えかというと、 34cc 血液をいただいても気前よく皆さんにバイオバンクという形で貸し出したり提供したりしていたらなくなっちゃいますよね。で枯渇を防がなければいかない。で枯渇を防ぐために、生体資料の分譲による枯渇を防ぐために、解析センターを併設したバイオバンクのことをこういう名前で呼んでいます。それで私どものところは血液や尿、それから母乳もいただいているんですけども、で血液からは DNA や RNA を取っているわけですけども、こういうものを自分たちのところでメタボローム、プロテオム、ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトも解析して、解析をみんながやりたい解析は私どもがやって、データの形で提供していけば、そうすれば枯渇を防げるだろう。これが私たちの考え方です。ただですね、データの形を分けるって言っても、メガバンクのデータゴミだよとか、あれ全然クオリティ悪いよとかっていう話になったら誰も使ってくれないと思うんですね。それで、作業の自動化、それからラボラトリーインフォメーションマネジメントシステム、リムスシステムで信頼性の高いデータ管理をしています。ロボティクスを非常に一生懸命導入しています。で、ISO を2つ、これは品質管理、それから、27001というのは、これはデータのセキュリティなんですけども、漏洩しないセキュリティ、両方に関して、単に ISO を取っただけではなくて、これを今でもずっと維持しています。非常にしっかりとしたデータ管理になっています。それから資料と情報の分譲を実施していて、これは後ほどもう少し詳しく分譲、皆さんに使っていただこうと思います。思うんですけども、民間も含めた多くの研究機関で使っていただきます。私ども の、 インフォームドコンセント、同意は二次利用、企業を含む民間での二次利用を可能とするという同意を持っていますので、非常に強い同意を持っていますので、二次利用が可能です。だから分譲審査は外部委員による委員会にてやっていきます。定数量程度の準備、これが一番大切なんですけども、知的財産は基本的に分譲先に差し上げようと思います。私どもメガバンクに残していただくのは結構と、大いに製品開発やってください、もしくは学術研究をやってくださいというふうに考えています。こんな形でやってるんですけども、入ってきて匿名化をして、それからチューブへの分注をして、それで保管に持ってくる、さらに DNA の調査をしたり、不死化細胞を作ったり、不死化のリンパ球、B セルも T セルも作ってます。だから最近iPS にもチャレンジを山中先生と共同研究して iPS にもチャレンジを始めたんですけども、こういうことでバンクを作っています。それでですね、バンクに何が入ってるかっていうのに皆さん興味を持ってもらうためには、統合データベースを作る必要があると思うんですね。で私どものところに基本情報、生化学、ゲノムミクス、質問の標本、生理検査、MRI 情報、こういうのが入ってるんですけども、ゲノムミクスっていうのは普通は解析センターで解析して別のビッグデータのデータベースになる。こちらが一つのデータベースで、
こちらが別のデータベースになって、ちょっと考えていただくと、UK バイオバンクとサムライセンターで、これをコネクションするのは非常に大変なわけですよね。ところが、私たちのところというのは、これが一つの組織で住んでいるので、一つのオペレーションになるわけです。ですので、フェノタイピングがこちらで簡単にでき、正確な送別化の情報、これが、一体型になって提供できるという、これが久保バイオバンクの強さだというふうに考えています。それで統合知識データベースというのが作ってあってですね、こういうものが DBTMM の中に収まっていて、データベースとメガバンクの中に収まっていて、ここをいろんなファクターで検索することで自分の本当にやりたいその集団を選び出せると。でこの集団を調べていく中で、こういう生態資料も欲しいと、サンプルも欲しいって言ったら、そこで初めて分譲をやろうと、そんな風に。それで先ほども少しお話が出てきていたミッシングヘルタビリティです。失われた遺伝率、私どもはあの病気は遺伝だよねと言っても、その原因となる遺伝子が見つからない、そういう、こう状態になっていると思います。ゲノム医療の実現にはこれが問題だと。それでミッシングヘルタビリティを克服するためには、家庭情報を使うか、サンプル数の増加をするか、このどちらかだと。家計情報を使った大成功の例というのはレコードアイスランドで、これはバイキングなんで、17世紀バイキングの子孫なんで、17世紀からの遺伝情報が全部家計情報、家計図があるわけなんですね。それとゲノムの情報を合わせたんですけども、日本ではそういうわけにはいかないので、私ども東北メディカルメガバンクのコホートのデザインというのは、まず地域住民コホートをやって、ここでリファレンスパネルを作り、そのリファレンスパネルに基づいてジャポニカアレイを作って、ここでたくさんの候補となるような SNP、SNB を選び出してきて、それを3世代コホートを使って、ここで家庭情報を使って、それで絞り込みをやろうという、レコードを日本にこう移して、レコードのようなやり方を日本に移してきたやり方をやろうというので、地域住民コホートと3世代コホートを作ったと、そういうことになります。それでこれはもう皆さんに申し上げることはないと思うんですけど、私どものゲノムは3回ハプロイドで3回10の9乗30億円ずつ、それで大体一人一人の間では300万ぐらい違うんじゃないかということですけども、レアバリアントというのが、それがこう病気の原因になっているんじゃないかと。で体質疾患の基礎にレアバリアントがあるんじゃないかと。じゃあレアバリアントを調べるためにはどうやるかと、もうこれ全ゲノム解析をやるしかないと。というので全ゲノム解析をやりました。それで現時点で、ちょうど9月28日に3554人分の全ゲノム解析結果を出したんですけども、私どものは単独性単一方式、遺伝的に検出の高い国民集団、それで32かけ以上になりますので、非常にクオリティの高い全ゲノムのデータが、これは大いに使っていただきたいと思うんですけども、NBDC とともの、NBDC に本当に助けていただいて、それでこれを公開しています。それで、宮田充さんが、私どもが1070人公開したときなんですけども、実はこうした集団に存在する、低頻度で存在する SNP は、日本人特有の SNP が多くて、ワーキリの疾患関連の電子やバイオマーカーの観察にとって強力な武器になる。こういうので、これを皆さんもぜひ使っていただきたい。公開してありますし、それから詳しい個人特定に至るような詳しいものというのは分譲いたしますので、使っていただければと思います。未診断疾患や難治性疾患の対象対列として使っていただければ、それから送別化した創薬、ストラティフィケーションのために使っていただければ、さらに、エスニックアレイとしてジャポニカアレイを作って、それで疑似の全部のシーケンスができるようなことを作れば、ジャパニカアレイ作ってですね、もうこれ東芝と一緒にやってるんですけど、東芝に聞いたらもう5万人分以上販売したというふうに言っていて、よく使われています。でインピテーションが非常にインピテーションの効率がよく作ってありますので、全ゲノムやれば分かるのが、ジャパニカアレイではもちろん60万66万しか載ってないので分かんないんですけども、それが統計的に保管できる、インピテーションできますので、これは非常に性能のいいアレイということになっています。それから詳しく申し上げませんけれども、先ほど諏訪野先生がオミックスを言っていたので、ぜひ
これも使っていただければと思うんですけど、5093人分のメタボロームとそれから一部プロテオームのデータを公開しています。JMOP2017 5000人分に拡張して公開いたしましたので、これもぜひ、いろんな人たちが集まってですね、それで授業を公開しています。さて今後なんですけども、少し時間いただいて今後のことをお話ししたいと思うんですけども、私どものところは申請書を経て審査でここにあるようなものが使えます。それから公開しているものがありますが、特に岩手医大の方ではエピゲノムでアイメチオを公開しているんですけども、非常にたくさんの人に見ていただいていて、ダウンロードも、こういう利用案内がありますので、請求していただければどういうふうに使うかはすぐに。それから全ゲノムのデータって1GB とかってあって、一つでパソコンがいっぱいになっちゃうとかっていうことになるので、うちのスーパーコンピューターが全国につながっています。で、専用回線でつながっていて、こういうところからうちのスーパーコンピューターの中に入って全ゲノムの解析ができますので、これもぜひご利用いただければと思います。本郷にも東大医学部にもありますし、それからお近くにも製薬局にもありますので、どうぞ。それからインプテーションのサービスをはじめ、いろんな方たちが、ゲノムの解析ちょっと敷居が高いよっていう人たちに対して、こんな風にやったらいいんじゃないですかっていうゲノムプラットフォーム連携センターというのを作って、それでインプテーションのサービスももちろんやってるんですけども、オンザジョブプレミアム等を通して皆さんにこういう、ゲノムに触れてもらうというような支援をしています。さて、あと3分あるので、ちょっと3分間だけ関連した話をさせてください。去年、eParは去年だったんですけど、論文としては今年の1月に大気汚染物質がアトピー性皮膚炎の症状を引き起こすメカニズムを解明したっていう論文を書きました。メガバンクと、あと医学系研究、医科学の教授としての私の研究です。それで結局分かったことはどんなことかというとですね、皆さんアトピー性皮膚炎って増えてますよね。それでみんなボリボリ書いてますよね、子どもさんが。で、それはですね、大気汚染物質に関係してるということを明らかにしました。で、大気汚染物質がダイオキシンリセプター AHR について活性化すると、神経成長因子であるアルテニンを出して、アルテニンが神経終末が普通神経にしかいない神経終末を表皮の方にどんどん引っ張ってくるんですね。と、これが相溶感を作ってものすごく深くんですね。深くとハウスダスト等が入って、タイプ2の、アレルギーが反応が起きて、それで、アトピーがどんどん悪くなっていくという、こういうメカニズムを解き明かしました。で、これはこれで学術的には大変いい成果だと思うんですけども、この論文を書いた時にですね、私こういうことかなと思ったんですね。環境要因の方が解けたと。しかも、アトピーの一部を共生する環境要因が解けたと。ところがですね、大気汚染物質 PM2.5 が中国から飛んできて僕らにこう触れても、みんながアトピーにならないんですよね。つまり環境要因の方で大気汚染物質が来て HR の活性があっても、全員がアトピーにならない。遺伝要因の方が、例えば AHR を活性化するしやすい人とか、アルテニンが働きやすい人とか、そういう人が合わさって、これで初めてアトピー性皮膚炎ができるんだ。で、これどうやって解いたらいいんだ、遺伝的な背景をどう解いたらいいんだ。で、私この論文の最後のところに審査員から削れって言われたんですけど、削るぐらいならジャーナル変えると言って、それでこう一生懸命押し込んだ一文があってですね、ラージコホートスタディ、東部メディカルメガバンク、ハズビンセッター、トゥリクル、パーセントリージェネレーションコホートスタディだというリクルート、モアザン、20,000ニューボーンスで、このニューボーンの子たちの、ある意味1割、2割の子はアトピーになる。他の子はアトピーになる。その時に遺伝的な背景がどうなのか、それからもちろんライフスタイル、生活習慣がどうなのかっていうのを調べていく中で、初めて遺伝要因と環境要因が合わさってくる。大使館の病気が起きて理解できるんじゃないかなというふうに考えています。引き続きですね、被災地の健康管理、それからゲノム医療の基盤構築、こ
個別改良の先導モデルというようなことに努力をしていきたいというふうに考えています。ここにいるような人たちと一緒にですね、最初数人でやってたんですけど、今380人のスタッフの人たちと一緒にやってるんですけども、引き続きご支援をどうぞよろしくお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。